ということで、ゼーゼーマンです。嘘です。はい、始まりました。MTF 塾女、51歳の村田理香です。お久しぶりの、ムービー撮りです。このちょっと2週間ぐらいですねエアコン風邪というのを引いてしまいまして、綿のような痰がずっと出続けるんですね。で、咳が出てしまいまして、若干声もかすれ気味なんですけども、ただ声がかすれ気味というのは本人がそう思ってるだけで、普段からなんてことはない、いつもハスキーボイスです。前回のライブ配信、初体験、何の予告もしてなくてもなんかね、たくさんの方にご参加いただきました。ありがとうございます。ついつい調子に乗ってやっぱりお酒飲んじゃうと、私もそこそこ乱れるんですよ。乱れるって言い方があれなんですけども、マインドが広がるっていうふうな解釈のがいいかもしれないです。品性下劣な飲み方はしないですね。あとガサツとか横暴とか横柄とか暴力的とかそういうのは一切ないです人に迷惑をかけるようなお酒の飲み方は、美味しいお酒の飲み方と思ってないので、逆にそういう飲み方をする人とは飲みません。でちょっと調子に乗っちゃったっていうことですね。調子に乗っちゃって、はい、ということで、今日は目の前に鍵ができますよね、こうやって。はい、いつも通りの撮影の環境をちゃんと用意して、40ワット、60ワットの裸電球をこのぐらいです。離れたところに置いて、三脚ですね。やっぱり三脚楽なので。はい。そんな準備も何もしないで始めてしまったライブ配信に目を留めてくださって、チャットとは若干違いますけれども、でもかなり似たような感じでコメントトークなんかをいただいて、楽しかったです。またぜひともお付き合いしてください。よろしくお願いします。今日はですね、本当に久しぶりなんですよ。実は実話って多いですよね。結構私話の切り出し方実話が結構多いんですけど、とはいっても別にすごくなんか重要なことでも重大なことでも何でもないんですけれども、でも今回はちょっと心病んでます、こんな私でも能天気に結構生きてるような人間なんですけれども、病みます。抱えているもっと真っ黒の漆黒の闇はあるんですけどね。それを語り出すととてもめいってしまうので、そこは別に今日語るところではないんですけど、ある意味女性名改名した、私村田理香が、生まれる、一つの種要因の部分ですよね。そのあたりはこれまでの YouTube ムービーを暇つぶしに見ると日が解けるかなとは思うんですけど、それとはちょっと違った形で、どうしてもちょっと抱えてしまうところがあったんですね。ジレンマって言えばジレンマでも、誰しもジレンマを抱えて生活してますよね。あるいは場合によっては鳥レンマ、もうとにかくいろんなことが絡み合ってなかなかうまくいかないっていうのが、正直貧困層の、
一般生活の庶民の暮らしだと思います。庶民がね、ささやかな幸せの中でも、そのもうワンステージ上の、希望だったり夢だったりっていうことを思い描いてしまうと、どうしても現実に引き戻されてしまうじゃないですか。まあ、これがね、セレブリティ高い生活されてる方でしたらね、また違うんでしょうけど、まあ、そういう方たちはそういう方たちで、むしろさらにそのワンステップ上をやって考えた時に同じ状況なのかもしれませんけど、まあね、貧困層の一般生活庶民からすれば、もうすでにそのワンステップってもう遥か彼方の話なんで、一般生活者がそんなことできるわけないじゃないっていうようなところなんで、もお話にもなりませんっていう次元なんですけどね。どうしたんでしょう、どうしたんでしょう、いきなりどこづいてます。まあ、こういうとこがやっぱり今健全じゃないんでしょうね、きっとね。ちょっと前振り前説になるんですけど、あと数時間後に、まあ久しぶりって言えば久しぶり、本当は久しぶりじゃいけないんですけど、本来の私の本業、村田理香と周知 AV がデート、まあ、私の立ち位置はもうプロダクションに所属無理、相変わらず噛みますよね。分かった、この噛み癖があるから多分無理なんですね。女優が、プロダクションに所属しているわけではないので、フリーですから、パーソナル AV 女優モデル活動ですね。数時間後に今日久しぶりにいただきましたので行ってまいります。本当今日ごめんなさいね、咳払い多いですね。この YouTube がアップロードされる時にはもうその場所にはいません。当然ですよね。スタンダードにもしかしたら、まあ、延長をご希望いただけるかもしれませんけれども、はい、新宿伊勢丹ってあるんですよ。まあちょっとかなりキューッとコアなエリアの話なので、知らない方はちょっと知らないかもしれないんですけど、副都心線の多分新宿三丁目の駅だと思うんですけど、伊勢丹口で待ち合わせします。あんな新宿でそんな周知なことをしていいのっていうことを多分します。だって私周知 AV のモデルですからね。はい、もちろんただおっぴろげな感じのことをやるわけではないです。大切なのはこの大和なでしこの、この乙女の、若干年齢増し増しですけれども、そのやっぱりリアクションですよね。殿方が欲しいのは多分そのリアクションだと思います。変な話ですけど、ちょっと脱線しますけど、例えば女性の人でも鼻とかってほじることってあると思うんですよ。それは鼻も噛みますし鼻もほじますよね。男女問わずです。それを男ばりにボリボリグリグリ何事もないようにほじったら、多分殿方の目線、まあ、男の目線で見て全然そこにキュンとするものはないと思います。けどこう何とか見つからないように、わからないようにこっそりと、それも粛々とちょっと見られたら恥ずかしいなって思う気持ちを込めながら、お花をポリポリってやってる仕草をもし見かける機会があったら、多分まあ、私も脳みそ目線は男性脳ですから、可愛いなって思いますよ。あ、なんか愛おしいなって、そんな女性はそういう風に見えます。行為自体は鼻をほじくる行為が別に色気を感じてるわけじゃなくて、その女性として
持つスタンスですよね。まあそんなわけで新宿の伊勢丹口で鼻ほじくるわけじゃないんですけれども、でもそういうふうにご命令されたら多分そういうリアクションでこう涙目になりながらするかもしれないです。何の話なんでしょうね。本線戻します。今日久しぶりにその誘いデートなんですけれども、本来であればそうですね、定期的にやっぱりちゃんといただけるような環境であれば、副業のアルバイトをもうずっと9年ほど YouTube も Facebook も私の職歴ずっと、順番で書いてありますけども、一般職がメインでずっと一般のお仕事をやってきてます。村田理香って改名してますからね。女性名に改名するということは普通に社会で女性として働くための、一つ理由です。別にいいとか悪いとかじゃないですよ。例えばスナックだとかパブだとか新宿2丁目だとか、そういったところで例えばニューハーフさんとか、いわゆるお姉さんとか、MTF も、はたから見れば一緒くた扱いされちゃうので、私は違う、それぞれ違うと思ってますけど、女性名改名をしてその仕事をつくのはもったいないと思います。別に改名しなくてもできる仕事じゃないですか。それこそ例えば春の愛だったり、ミッツマングローブだったり、マツコデラックスだったり、本名じゃないですよね、芸名ですよね。でも市民権得られている超有名な名前じゃないですか。その名前で人たちはまかり通ってるじゃないですか、社会だから。だから別に源氏名で働いて食べていけるならそれでいいと思うんですよ。何も女性名に改名してまでそういう仕事を選ぶ必要はないとは思います。最終的にね、いろいろやっぱりうまくいかないことがありますから、そこの鞘に収まるってことはそれは致し方ないことだと思ってますけどね。いずれにしてもそういう私の場合には一般昼食のアルバイトが行っているのは、とにもかくにも、今日この後数時間後に、行われる、お誘い撮影デートが定期的にちゃんとご依頼があって生計が立てられれば、何でもないんですけど、月1回あるかないかぐらいなんですよ。絶対食べていけないですよね。今月は月1回っていうわけではないんですけど、ということで、久しぶりに行ってきますっていう。で、この、前回とかまでの、YouTube のアップロードの合間のお話なんですけども、違いました。そこ入る前に、なんでここ病んでるかって話ですよね。あくまでもですが、副業なんですよ、私からしては。どうしても、副業として認識せざるを得ないんです。どっぷりそこに全力投球するわけにいかないんです。あくまでも全力投球すべきは、私は、村田理香と周知 AV のデートでご依頼いただくメンバーさんに、可能な限り、できる限り、よかった、デートしてよかった、パシャパシャ撮ってよかった、ムービー回してよかった、っていう満足感を得ていただくために、もう考えられること、やれること、そのことだけを常に優先、最優先で考えていく生活であるべきだと思ってるんですね。本業が片手間じゃいけないと私は思ってますから、それは気持ち的にもです。だからどうしても副業でもし全力の本気っていうのを求められた場合には、やっぱり迷います。そこに行ってしまったら、村田理香と周知 AV のデートもメンバーさんに対する気持ちが薄まってしまうんじゃないか、そこがやっぱり一番悩ましいところなんですけど、ということで、もしかしたら今アウトバンド の電話営業なんですよ。辞める形になるかもしれません。またそうすると困難な
就活が待っている51歳の MTF ニューハーフ塾長が早々昼のお仕事を採用してもらうっていう環境って難しいですよ。まして私、条件はいつも髪型自由、服装自由、ピンヒールとミニスカート絶対希望、これ私のアイデンティティなので、まあそれができないで生きるなら死んだ方がいいと思ってますから、なんてわがままですよね。すみませんね。まあでもだからこそきっときっと美容注射も一本も打ってないですし、整形もどこも何もやってませんし、全く美容にお金かけてませんけど、10年近く村田理科ずっとこういう形で生きてますけど、まあ多分あんまり劣化していかないんですね。多分そのアイデンティティがあるからだと思います。はい、また脱線の脱線をしてますので、ちょっとそういう形で今抱えている部分があります。そしてそのおかげというふうに、ちょっと言い訳しちゃうとあれなんですけど、4、5、6月ぐらいから急激に太りました。いわゆるストレス太りで、お金ないので安酒で、つまみなんかポテチとかっていう安いものとか、ね、ジャンクフードになっちゃうんですけど、ガーッと煽ってパタンと寝ちゃうっていう、こうストレスの発散法をしたおかげで、大したもん食べてなくて大したもん飲んでないのにブックブックに太り出しちゃって、今またちょっと頑張って戻してます。はい、ちょっと戻ってきたかと思うんですけど、つい本当1ヶ月ぐらい前はひどかったんです。なのであんまりその時の自分の状態分かってますから、あんまり撮ってないです。ムービーももちろんですけれども、セルフィーも撮ってないです。なんかね、見たくないみたいな。どうしたんだこのまん丸ぐらいは。また少しこうちょっと戻ってきたかなっていう感じだと思います。そんな前回のムービーから、今に至るっていう、まあ近況ですねということです。ということで、今のテレビを目の前にあって時間表示させてるんですけど、そろそろポチポチ出ないとね、いきなりついてこの気温じゃないですか。で、私頭から汗かく人なんで、お待たせしましたって会った時に汗だーっていうのもどうかと思うので、30分ぐらい前に行ってね、デパートの中でしっかりクールダウンしてから、何事もないような汗一つないような状況でやっぱりお会いしたいじゃないですか。そういうこともやっぱりやっぱり考えちゃいますよ。だって私の脳みそ、頭は男性脳ですから、私がもし男だったら女性とデートとか何かその楽しみたいっていうふうに思った時に、会う女性はこうであってほしいっていうふうにやっぱり思うのは当たり前じゃないですか。これ女の人だって同じですよね。会った時に会う男の人がね、やっぱりある程度の好意を持って会うわけですから、何それ今日どうしたのっていう風ながっかりっていう風になりたくないですよね。女の人ってそうですよね。であれば男の人ってそうだと思います。相手の気持ちを忖度とかっていう最近のね、まあ、流行り言葉でまとめるのはちょっとどうかと思うんですけど、でも少なくとも生きていく上で自分に対して影響をいい意味でねしていただいてる人たちには、その人たちの気持ちをまず汲むことを考えてあげること、それって人としてね大事じゃないですか。特に女性スタンスで生きてるんであればなおさらだと思います。男の人がね、俺がは、ハイポ譲っていいんですよ。男ですか。女の人が、私がって、まあ昨今の、まあ、これ言うとちょっとまた毒づいちゃうので言いませんけど、まあそういう男女平等的なところで許されがちですけど、私は違うと思っています。はい、
死の影を踏まずのスタンスで別に、私は大和なでしこで一番美しいと思ってます。まあ、そんな感じで、ちょっともうそろそろ出ます。皆さんもぜひよろしかったら、ご依頼ください。ちなみにその方はですね、つい最近登録されていただいた方です。ばっかりです。YouTube も見てませんでした。Facebook も Twitter も Googleas もアメバも見てない方でした。そんな方でもメンバーになれるのなれちゃいます。私、通勤してるんですよ。普通の昼食ですから。声かけてください。まあ、ナンパですよね、簡単に。でも、勝手に一方的なナンパじゃないです。きちっとした、いわゆる武士道的な、我はどうのこうの、あのこうのなんちゃらかんちゃら。で、会社の名刺と、ちゃんと全部、相手の方から出されていただいて、私こうなんですってことで、もう心よく気持ちよく運転免許証をください。まあ、そんな形でも出会いはあります。はい。もしどこかで私を見かけたときに、私が単独の状態であれば、お誘いデート中は声かけないでください。お邪魔になるので、単独で、歩いたら、勤め先の名刺から、運転免許証から。出していただければ、はい、もうまっすぐそういう武士道、騎士道に姿勢ない方っていうのは間違いない方です。もうどこぞのお酒の勢いに任せて暗がりで自分の都合ばっかりのことを言ってナンパしてる輩とはもう全く人間性違います。はい、なのでつい1週間もうまだ経ってないですね。で、早速システムをお話しして、はい、もう早速、料金の振り込みも終わりまして、今日の初デートです。はい、ということで、お待ちしてます。はい、ぎゅーっと詰めました、割と。この、前回から今に至るまでのこと、あれこれぎゅーっと詰めました。なるべく、要点だけをと思ったんですが、結局20分超えますね。はい、ということで、本日の、何でしたっけ、久しぶりで、ざれごと、たわごと、よまいごとの、村田理香の、YouTube は、ここまで。はい、エンディングトークです。MTF 淑女、51歳の、諦めないで、的な、村田理香でした。ではでは。